どうもワニです。そしてこちらのこの黒い玉、これがなんだか皆さん分かりますか？そう、こちらねスイカなんですけども、まあ、見た目の通りねちょっと特殊なスイカで、非常に硬いスイカなんですよね。スイカ育てる時点でね、結構なんか弱いスイカってパカッとね勝手に割れちゃって獣に食べられちゃったりして、なんか無駄になっちゃうことが多いらしくて、そういう意味で割れないスイカということらしいんですけども、本当に割れないのか試してみたいと思います。はっ、おーすげえ、でもめちゃめちゃ硬い。ちょっと今当たりどころが悪かったけれども、はい、俺の手刀ね一発耐えました。そしてこちらね、普通のスイカじゃないですよね、中が黄色いスイカです。黄色いスイカね、我が家のリクガメたちに与えたことがなかったんで、こちらを我が家のリクガメたちに与えていきましょう。ほれ、どうぞ。うん、あ、みんな駆け寄ってきた、急いで寄ってきたぞ。あ、もう早速食べてます。みんな甘いの大好きですからね、匂いとかでも分かんのかもしれないですね。基本的にね、赤いのが大好きなんですよ。スイカとかイチゴとかリンゴとか赤いのが大好きなんですけども、まあ、黄色いのもねすごく目立つんでしょうね。白いももやってきた、まあ、緑の野菜とかも普通に好きなんですけど、それより黄色いの赤いのとかの方がものすごいスピードで走って寄ってきますね。おお、木足も赤足もみんな来たぞ。ゾウガメとか赤足とか、なんか湿度高い系のカメさんたちは特になんかフルーツ好きな感じがしますね。まあ、赤足亀なんかね、野生下でも落ちた果物をよく食べてるっていうお話なんで納得なんですけど、湿度高いとこに住んでるやつらって特に甘いの好きだとかあるんですかね。ゾウガメも本当にいつも真っ先に来ますからね。イゾキヤシ、黄色いスイカ食べてもっと黄色くなるんだぞ。そんな効果ないと思うけど、特にこの間お迎えしたヘルマン4兄弟のヘルマンも来てますね。踏まれてる。ケズメにもほれ、皮ごと言ってますね。すごいね、果汁が、汁がびちゃびちゃ垂れてる。もちくんもやってきました。それは食べづらいよ、目の前にもっとでかいなんだから食いな。そう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 、ちょっと食べるの下手っぴだね、もちくんはね。グリーンイグアナ、ウリ、お前も甘いの好きだろ。警戒してるな。おうおお、警戒してると思いきやすごい勢い。そう、最近ね、このうちのね一番荒いと言われているイグアナちゃんですが、甘いものであれば手から食べてくれる感じです。でも勢いがちょっとねすごくて怖いですね。ちょっとね、
誤って手噛まれたらイグアナも結構な牙してますからね、血止まんないですよ。おお、勢いがすごい。甘いの好きだね。このいかついやつが意外と甘いのめっちゃ好きっていうのが可愛いですね。この子は食うのゆっくりだね、優しい感じだね。ちょっと大きいと食べづらくて吹き飛ばしちゃいますね。うん、ちゃんと食べてる食べてる、美味しいね。なんかビビってるな、黄色いものが怖いのか。ビビってますね。もうあっちのスイカはすっかり皮だけになっちゃってますね。むしゃむしゃ食べてますみんな。赤足は元気いっぱいだな。はい、という感じであっという間にもう皮だけになっちゃいましたね。スイカだけだと栄養が偏っちゃうので桑の葉も与えます。2匹のカメの上に乗っかって組体操になった。お、みんながなんか食べてるぞと、ゾウガメも気づいて寄ってきました。という感じで今回の動画は我が家のリクガメたちに割れないスイカ、黒い立派なスイカを与えていたところ、みんな喜んで食べてくれましたという動画でございました。また今後もね、このリクガメたちに餌を与える動画出していきたいと思いますんで、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。